ひよりの頑張れひよりー、わーこんちくわー、元気ですか、聞こえてますか、さっきさ、コメントでさ、始まる前にさ、音漏れしてるってあったんですけど、それは幻想ですよね。私めちゃめちゃマイクつけたまんまさ、お手洗い行ってて、すごいあのコメントに焦ったんですけど怖いこと言わないでください、幻想ですから、本当にマジです、やばい、鼓膜破れて聞こえない、はぁそうです、それは幻聴ですので大丈夫です、はいやばい、みんなの耳ぶち壊してしまったあーすいません、皆さんこんばんは、新田日和です。新田日和と頑張れ日和第15回目スタートです。この番組は端的に新田日和の奇跡、私が頑張る番組です。ハッシュタグはひらがなで頑張日和です。開いてください今日は無音かって、みんな音が聞こえなくなってる、ごめんねもう骨伝導じゃなかったら危なかった、えマイク入ってる、めちゃめちゃ入ってるんだよな、今日は最多ゲストです、愉快な感じでお送りしてます。後ろのお疲れ様気になる、あ、撮れた、これか、今日も愉快な背景をやらせてもらってますじゃあ早速ひよりん劇場やりたいと思います。よいしょ、ひよりん劇場聞いてください、鉄腕のともさんでなんでだろう、かっこ尊敬リスペクトフューチャリング新田日和、なんでだろうなんでだろうなななな、なんでだろう、深夜3時に尿意で目が覚めて、もう一回ベッドに入ってお茶を飲もうとして、ペットボトルぶん投げたらペットボトルの蓋が閉まってなくて、いっぱいこぼれてシーツ全特快になるの、なんでだろうなんでだろう、深夜3時でもう早く寝ないと辛いのに、ずっと全部シーツ特快って、しかも鼻血とかが下に透けないようにベッドパッドも敷いてたのに、そんなもの全部ぶち通ってベッドの一番下まで浸水してるの、なんでだろうなんでだろう、久しぶりに行くスタジオで、最寄り駅の駅に降りて、改札右左どっちか覚えてないけど調べないで、なんとなく左に行ってみたら全然違ったの、なんでだろうなんでだろう、さらにそのままスタジオに行こうと思って、なんか枝分かれしてる道も記憶がなくなってて、何個目で曲がっていいか分かんないけど調べないで、なんとなく1本目で曲がってみたら全然違ったの、なんでだろうなんでだろう、でも遅刻しなかったからいいんだよ、チャチャチャン、あー Thank you、 チャジャン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 、こんにちはこんにちは すんつらいなんでだろうって思うから成長できないって言われて
ろいろあるよね人生ってお茶を投げない本当にそうですよね瞬間瞬間を生きる声優だでもありませんか、別にあのスタジオも遅刻はしてないからいいんです。なんかもうスマホを出すってこうやって歩いてるから、もうスマホを出すっていうこの手をこうやるって行動もしたくなかったんです私は。だから噛んでなんかこの辺だった気がするってところで曲がってみたり、改札も右か左か、なんか人間ってなんか左に行きたがりません？なんかそういう心理とかあるのかなねえ電車で調べておけばよかったのにねえはい、あ、なんかすごい久しぶりの一人会ですねふう、ではメールを読ませていただきたいと思います。メールもあの送りいただきありがとうございます。まず1つ目、ひよこネームふとり犬さん、ふとり犬さん、ひよりんこっちくわ。自分は以前からガンバひよりやひよりんのツイートで時折ダイエットっぽい話題になるたび、自分こそダイエットしないとなと思っていたのですが、先日のとあるシアターでひよりんからやる気をもらい、ついにダイエットを始めました。それから約6週間、体重マイナス5キロちょい、腹囲マイナス10センチくらいダイエットできました。これもひよりんからやる気をもらったおかげです。やはりダイエットはやる気がすべて、やる気がすべてを解決する、そんなやる気より強固なものを、あ、そんなやる気をより強固なものにするために、よかったら一言痩せろと言っていただけないでしょうか。ひよりんに言ってもらえたら目標まで残り25センチも頑張れる気がするので、ぜひお願いします。いや私は言いませんよ痩せなくてもいいですからっていうか、すごいですね、むしろめちゃめちゃ教えてほしいんですけど何したら6週間で5キロ腹囲に10センチも痩せるんですか、めちゃめちゃ気になるんですけど、何したんだ。あ、そう、そのフトリーヌさんっていうのはまたの名をカトリーヌさんといって、あの2通送ってくださったんですけど、そのもう2通目が、最近ひよりんが就寝前健康運動というのをしているとツイートで見て、寝不足にも打ち勝って健康になれるほどの就寝前健康運動がとても気になっています。というわけで、もしよかったらレクチャーしていただけないでしょうか。ひよこもみんなで就寝前健康運動をして、明日からバッチリ健康体を目指しましょうと送ってくださって、もはや不在まあいいでしょういや、あのこのお便り、ちょうど私もその健康前、あ、就寝前健康運動を今日一人会だから皆さんにあの教えたいなって思ってきたんですけど、フトリーヌさんがなんかもう6週間で勝手に5キロ痩せてるから、私の話よりもフトリーヌさんの話の方がめちゃめちゃ説得力あるし、なんかちょっと無意味かなって思いつつも教えてあげます。私が最近寝る前にやってるのは、の二の腕痩せとかで検索すると1個目に出てくるめっちゃ再生されてる動画で、こうやって腕を30秒間前に回す、次30秒間後ろに回す、聞こえるかな私の骨の音、私なんか左腕だけめっちゃ骨が鳴るんです、立て付けが悪いで、次30秒こう後ろになんかアホの子みたいな動きをするおほほほほって、これも30秒、次後ろでパチパチを30秒で、次
しくこう羽ばたくのを30秒、次こうギュッとこう、これなんか肘と肘はできるだけ頭にくっつけた方がよくて、なんかここは固定した感じで、これも30秒。そしたら次なんかふんふんって感じ、肩甲骨をもう中心に寄せ集める、これも30秒で、最後になんか見えるかな、こうなんか虹を描くように30秒で終わり。これが今はめっちゃパッパパッパやってたけど、めっちゃ疲れるんですよ。あと方がいいと思うんですけどでも朝はやっぱりちょっとまだ体も起きてなくて辛いじゃないですか。じゃあ続きましてのお便り読ませていただきます。よいしょ、ひよこネームムーラさん、ありがとうございます。三田さん、こんちくわ、初投稿です。ありがとうございます。こんな、なんか一人しかいなくて盛り上がりに欠ける会にわざわざ初投稿していただきありがとうございます。不意に衝動に駆られたため筆を取らせていただきました。なんてお優しき、ありがとうございます。近頃は寒暖差の激しい日々が続いておりますが、元気でお過ごしでしょうか。新田さんはおそらく冷える日よりも暑い日の方が辛いと感じているんじゃないかと思います。はい、私も暑いのが苦手なので日中帯は屋内に引きこもっておりました。まあたとえ涼しい日であろうと大概引きこもっているのですが、そこには触れないでおきましょう。これから夏に向けて暑さ対策したいなと考えているのですが、新田さんがおすすめする暑さ対策グッズなどあったりしますでしょうか。ご教示いただけると幸いです。もう私はもういつも汗拭きシートを持ち歩いてますし、これは紙のこういう感じの紙なんですけど、これの細長いなんかでっかい手ぬぐいサイズのやつがあって、もうそれをこう首に巻きつけて歩いてます。あ、言っちゃった。街で首に布巻いて歩いてる人いたら私じゃないですかそれ
本当にもうファッションとかクソもない感じで、もう気にせず布を首に巻いてます。やめて、目印じゃないから。まあ誰も私のことなんか興味もないし、見つけても何の喜びもないとは思うんですけど、みたいなことを言っておいて、街中で本当になんか声かけた時すっごいなんか塩対応したらごめんなさい。先に謝っておきます。です。あと絶対まだ出してないんですけど、絶対手持ちの扇風機必需品です。はい、ありがとうございます。続きまして、ひよこレーム薄木優さん、ひよりさんこんちくわ。今いろいろと忙しい時期に入っていると思います。そんな中でモチベーションを維持するのは大変だと思います。自分もなかなか調子を整えることが難しく、一度調子を落とすと回復するのにかなりの時間がかかってしまうこともあります。ひよりさんはどうやって調子を整えたりしているのでしょうか。何か参考になれば教えていただきたいです。いや、わかります。モチベーションはもう私はコントロールできません。自分の力では自分の力ではどうにもなりません。なので何も参考になることは言えません。こちらも聞きたい。いや、なんかある方教えてください。なんか今日あった嫌なことといえばなんかツイッターで私がつぶやいた、本当思いつきなことをポロリポロリとつぶやいていて、それって普通にツイッター本来の使い方なんじゃないかって思ってるんですけど、なんかそれを目の前で D さんがなんか音読してきて、なんか嫌だなって思いました。嫌ですよね、本人の前で音読って嫌じゃないですか。ね、自分がされたらどう思うかなって。ね。はい。まあでもそれで言ったら、そのツイッターとかは前病んだらツイッターにいなくなるって言ったことがあると思うんですけど、そのパターンもありますし、逆になんかもうなんか脳みその思考が停止した状態でそういうなんか意味のないことをつぶやいて発散してしまうという節もありますね。ネチネチって言わないでください。ネチネチって言われた。いやー、つらつらんご。続きまして、ひよこネーム、ひよこネーム、ウルトラレアチーズケーキさん、ありがとうございます。ひよりんこんばんは。個人的に今日はどうしても焼肉が食べたい気分だったので一人焼肉に行ってきました。焼き加減がいまいち分からず焦げ焦げになってしまいましたが、それでも美味しいのだから焼肉は偉大ですね。ひよりんは一人焼肉などの一人まるまるは最近何かしましたか。ありがとうございます。一人焼肉も私行きますし、なんか何でも一人でやるから一人まるまるってパッと出てこないや。全部一人でやって一人で生きてます。映画も一人で行きます。ラーメン屋も一人で行きます。しゃぶしゃぶは行ったことないかも。なんだろうと一人ってやっぱお店が空いてる時間見ないとちょっと申し訳なくなるし、実際断るお店さんも多分あると思うんですよ。私も
もう時効かなって思って言うんですけど、飲食店でアルバイトしてた時、めっちゃ忙しい時間帯に4人席のテーブルだけ空いてて、お一人様がいらっしゃった時、店長がごめんなさいしてたんですよ。実際席は空いてるんだけど、やっぱ4人様を入れた方がお店の売り上げは上がるから、お一人様にちょっとごめんなさいってお断りしてたことが見たことがあったので、そういうのを見てるから自分もやっぱり混んでる時は一人で入るのやめとこうかなって思ったりしますな。いやでも人は結局一人だから最後は一人だから。ありがとうございます。ひよこネーム、続きましてひよこネームラッテンさん、ありがとうございます。ひよりんこんちくは。最近料理をしているとフライパンに焦げ付きが残るようになったので、新しいフライパンを買いました。どんなものでも使っていると徐々に劣化をしてしまい、使い勝手が悪くなってしまいますが、それでも長く大事に使っていきたいと思うことがよくあります。ひよりんは最近新しく買ったものや長く大事に使い続けているものはありますでしょうか。またもしよろしければインディアカについても教えてください。それでは良い配信を。ありがとうございます。ああえらい。あ、なんだろう、フライパンを買ったんですねなるほどなるほど。あ、でも私もなんか仕事とかで衣装が必要ですとか、なんかそういう機会がないと服とかも新しいの全然買わないから、なんかもう下手したら小学生の頃からなんかある肌着とかクソボロボロ、肌着って見えないじゃないですかなんかクソボロボロな、なんかおばばシャツみたいなのを着てますなんか見えない。あ、でもそれで言ったらこのジーパンもそろそろやばいかなって思ってて、なんかそのこの番組やるにあたってマネージャーさんに長ズボンで来てくださいって言われたから長ズボンを買ったんですけど、なんかこのダメージがもう年月を経てなんかもうあまりにダメージすぎる。こんなだったっけなんかもう、まあでも基本こうやって座ってるしいいかなってあ、そう、あとインディアカ、インディアカって皆さん知ってますか。なんかこんくらいの鏡餅の一段みたいなものに羽が生えたものを手でスピン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 ってやり合うスポーツです。以上ですインディアカは中学生の頃体育の授業でやってましたなんかいろんな文化に触れようという意図もあったのかもしれません。あ、そうです、手でやるバドミントンみたいな、まさしくそれです。めっちゃいい音が鳴るんです、スペーンって、スペ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 ンって。ああそんな感じですなんか大丈夫かな今日、久しぶりの一人放送でずっと心が浮ついたまま時間だけが経っていってるんですけどなんか大丈夫かな。あと2分で締め、あれそうなんですか。あ、そうですかあ、じゃあもう1つお便り読もうかな無駄な時間を、あー嫌だー、いやー、うー、うー
便りは後半でまた読みます。すごい今日心浮ついてる。なんか大丈夫かな。中身のないことしかなんか答えられてない気もしてきた。うわうわこの後の後半放送ですので。